霧箱、霧箱、霧箱、英語、クラウドチェンバーは、蒸気の凝結作用を用いて、家電粒子の秘籍を検出するための装置。1897年に、チャールズ・ウィルソンが発明した。家冷却などを用いて霧を発生させた気体の中に、家電粒子や放射線を入射させると、気体分子のイオン化が起こり、そのイオンを凝結核として非積が観測される。 キリバコはウィルソンによって実用化の研究が行われたことからウィルソンキリバコとも呼ばれる。キリバコの原理はこれまでにジョゼフ・ジョン・トムソンの電子や放射線の研究やカール・デイビー、アンダーソンの非電子の検出など様々な粒子や放射線の観測やコンプトン散乱、原子核衝突、宇宙船の研究など多岐にわたる用途で用いられてきた。ニュートリノの観測は 霧箱では検出できず、泡箱を用いることにより初めて検出された。気体が含むことのできる最大の蒸気の量を、飽和蒸気量と呼ぶ。飽和蒸気量は温度によって異なり、温度が高いほど気体が含むことのできる蒸気量は増す。逆に気体の温度が下がると飽和蒸気量は減少し、気体中に止まれなくなった蒸気は、液滴となる。ただし、液滴となるためには、 中心に核が必要となる。通常は大気中の細かい塵理や誇りが核の役割を果たす。しかし、塵理や誇りのない純粋な気体中では核となるものが存在しないため、機体は飽和蒸気量より多くの蒸気を含むことができる。この状態を過飽和という。霧箱は人工的に過飽和の状態を作り出すことができる。 こうして作られた過放和状態の機体中に外部から過電粒子や放射線が入り込むとその放射線などが核のような役割を果たす。というのも放射線は周りの空気をイオン化するからである。水は極性分子であるのでこのイオン化された空気に引き付けられるのである。そのため放射線の動きに沿って液滴が生成される。この様子を光を当てて撮影することで 放射線の動きが線となって見える。下方和状態を作る方法の違いにより、大きく膨張切り箱と拡散切り箱に分類される。膨張切り箱は空気を膨張させることで下方和状態を作り出す。ウィルソン切り箱と呼ばれるときは、この膨張切り箱のみを指すことが多い。箱のピストンを引いて空気を膨張させると箱の中の温度が下がる。そのため、 空気中に含むことのできる蒸気量が少なくなり、箱の中が一時的に過飽和の状態となる。この時に放射線が入射すると奇跡が見える。膨張切り箱の欠点は、膨張させた時のみでしか奇跡が観測できないことである。一度切り箱を膨張させると、再び観測の準備が整うまでに5から6分程度の時間を要するため、連続して、 観測を行うことはできない。また、膨張させた時に放射線が入射しなかった場合は、奇跡を観測することができない。これを防ぐため、切り箱に GM 係数管を配置して、放射線を感知した時に、自動で切り箱が膨張する仕組みが取られている切り箱も多い。拡散切り箱は、切り箱中に温度勾配を作って、過飽和状態を作り出す。 箱の髪型に溝を作り、液体を流し込むか、あるいは液体を染み込ませた布などを設置しておく。液体は一般的に水やアルコールが使用される。一方、箱の下部はドライアイスや液体窒素で冷却させる。この状態で箱の髪型を温め、液体を蒸発させると蒸気はやがて下へ向かう。そして冷やされて、 液体となるが、その間に過飽和状態となる区域が出現する。拡散切り箱は、膨張切り箱と異なり、常に放射線が観測できる利点がある。欠点としては、過飽和となる箇所が限られるため、切り箱中の一部でしか秘跡を見ることができないことが挙げられる。切り箱中の秘跡の見え方は放射線の種類によって異なる。アルファ線の正体である。 ヘリウム原子は他の放射線と比較して大きいため、太いはっきりとした秘跡を作り出す。また、アルファ粒子は、霧箱中を通過する際に、周りの電子を大量に弾き飛ばす。この運動で、アルファ粒子はエネルギーがたちまち失われ、やがて停止する。そのため霧箱中で見える秘跡は、数センチメートル程度である。ベータ線、電子の秘跡は、アルファ線と比較して細い。 また、気体分子に、たびたび衝突するため、曲がりくねった秘跡となる。ガンマ線は直接秘跡は観測できないが、ガンマ線が弾き飛ばした、ベータ線の秘跡を見ることができる。また、μ ンは細く長い直線上の秘跡を作る。磁場のある状態の中を、家電粒子が通過すると、粒子は、ローレンツ力を受けて進む向きを曲げられる。この様子を切り箱で観測すると、 粒子が進んだ道筋が曲線となって見える。この曲線の曲率半径を、ロー、M、磁場を、H、T、粒子の運動量を、P、MEV、C とすると、の関係がある。そのため、曲率半径を測定することで粒子の運動量が求められる。また、曲がった向きによって、粒子の電荷の政府が判別できる。ただし、通常の切り箱の写真では、 放射線の進行方向がわからないため曲がった向きが判断できない。そこで切り箱中に鉛の板を入れて観測する方法が取られることがある。粒子は鉛の板を通り抜けると運動量が減少する。上の式より運動量が減少すると曲率半径が小さくなる、すなわち曲がりやすくなるため円盤の前後の奇跡の曲率を調べることで放射線の進行方向が判別できる。 1896年、チャールズ・ウィルソンは霧についての研究を行うため、空気中に核となり得る霧などがない条件で霧を作り出せる装置を製作した。これが霧箱の始まりである。ウィルソンはこの装置で観測を行ったところ、飽和水蒸気量の4倍以上の水分を含むと、霧などがないにもかかわらず、霧箱中の水分が水滴となることを発見した。 ウィルソンはこの現象の原因を明らかにするため、霧箱に X 線を当ててみた。すると、X 線を当てた場所の霧が濃くなることが分かった。X 線が周囲の空気をイオン化することはすでに、ビルヘルム・レントゲンが発見し、JJ、トムソン、アーネスト・ラザ・フォードによって研究が進められていた。そのため、ウィルソンは、埃がない水蒸気中では、 イオン化した空気が水分を引きつけると考えた。ウィルソンのこの考えは、1898年、JJ トムソンによって証明された。トムソンは霧箱に曲板を設置し、そこに電圧を加えた状態で、X 線を当て、箱を膨張させた。すると、曲板のない箇所では、霧が発生したのに対し、曲板のある箇所、つまり、天井のある箇所では、 霧が発生しなかった。これにより、霧の核となる物質は、電常中で移動する、つまり電荷を帯びていることがわかるため、この正体はイオンであることが確かめられたのである。トムソンは、この結論を利用して、霧の水滴の数から、イオンの電荷を求めようとした。この研究は、最終的に、ロバート・ミリーカンによる、電気素量の測定につながった。一方、ウィルソンは1910年、 霧箱を使用して、X 線の他に、α 線、β 線、γ 線の筆跡を観測し発表した。1912年には、さらに改良した霧箱を作成して放射線の筆跡を撮影した。1920年から、ラザフォードの研究室において、自動で圧縮、膨張を繰り返す、霧箱の開発が始まった。この研究ははじめ清水武雄によって行われ、 それを引き継いだパトリック・ブラケットの手にリ1922年に完成された。この切り箱はピストンが自動的に上下し、15秒に1枚の間隔で写真を撮影することができた。ブラケットはこの切り箱を使って窒素原子にアルファ線がぶつかる様子を撮影した。撮影した写真は2万3000枚に上った。そしてそのうちの8枚に入社した。 アルファ線の他に、一本の細く長い線と、一本の短く太い線の筆跡が映っていた。細く長い線は、陽子と推定されたため、この反応は、アルファ粒子が窒素原子に衝突して、窒素原子中の陽子を弾き飛ばした様子をとらたものだと判断できた。しかも、弾き返されたアルファ線の筆跡が見えなかったため、このアルファ粒子は、窒素原子と結合したと推定できた。 この現象はラザフォードが1917年に発表した理論と一致するものであった。また、1927年、スコベルツィンは初めて霧箱を使用して宇宙船の観測を行った。この観測は霧箱に磁場をかけた状態で行われたが、撮影された宇宙船の秘跡はほぼまっすぐであった。そのため、宇宙船は磁場に影響されないだけの高いエネルギーを 持っていることが明らかになった。さらに1929年には奇跡が霧箱中の一点からシャワーのように分散する現象を観測した。また、ウィルソンは霧箱の開発により1927年のノーベル物理学賞を受賞した。1932年、カール・デイビッド・アンダーソンは千葉中で霧箱の観測をしていると電子と同じ質量で、 反対の向きに曲がる秘跡を発見した。これは、ポール・ディラックが予言していた非電子を立証するものであった。この発見がきっかけでディラックは、翌1933年にノーベル賞を受賞し、アンダーソンも1936年にノーベル賞を受賞した。さらにアンダーソンは1935年、電子と陽子の中間の曲がり方をする秘跡を発見した。 陽子の質量は電子の1800倍であるが、この粒子は電子の200倍の質量であった。この粒子は発見当初、湯川秀樹が予言した中間子であると考えられていたが、その後ミュウ粒子、ミューオンと判明した。1930年代には、霧箱自体にも大きな変化が見られた。1931年、ジュセッペ・オキャリーには、係数管を使用して、 切り箱を自動で膨張させる装置を開発し、ブラケットと共同で実験を行った。また、1939年、A ラングスドルフによって、拡散切り箱が発明された。これらはその後の切り箱に大きな影響を与えた。1947年、ジョージ・ディクソンロチェスターとクリフォード・チャールズ・バトラーは、 キリバコ写真の中に今まで見たことのない V 型の飛跡を2例観測した。その後、アンダーソンやブルーノロッシラも同様の飛跡を観測した。これらの飛跡については、1953年、西島和彦、中野忠夫、マレー・ゲルマンにより、ストレンジネスと呼ばれる量子数を導入することで、理論的に説明された中野、西島、ゲルマンの法則。 1952年、ドナルド・グレーザーにより、泡箱が発明された。霧箱が機体である蒸気を使用するのに対し、泡箱は液体水素などの液体を使用する。液体は、機体のおよそ1000倍の密度があるため、より詳細な観測が行えるようになった。この泡箱や、原子核甲板などの発達に伴って、霧箱の重要性は薄らぎ、1960年以降は、 研究目的での使用頻度は低下していった。現在は科学館などの展示用や教育用としての需要に限られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。